昨日チーズとバーバのお家に行ったんですけど、ここでね2000円ずつお小遣いをもらったので、今回その1000円を使ってね雑貨屋さんでプレゼント交換をしていきたいと思います。何それちょっとリミちゃんは風邪引きなので長袖着てます、すいません。あのね今はちょっと声小さいんですけど、うん、ちょっとね、今から探していきたいと思います。はい、どんなものですか？文房具です。文房具ですね、リミちゃん文房具だよ。雑貨屋さんでもね、うん、カバンとか、ね、そうね、いろいろね、あるから一応ね、今回は文房具ということでね、はい、そこのエリアを探していきたいと思います。はい、じゃあ続きいきたいと思います。はい、リミちゃんも行かない。はい、ということでね、お互いね、プレゼント買ってきたのでね、早速交換していきたいと思います。はい、はい、ありがとう。じゃあどっちから開ける？リミ、じゃあリミちゃんでいい？じゃあリミちゃんから開けようね、楽しみだね。若干私の方がさ、うん、もっこりそうね。今回ね、あの1000円なのでそんなにたくさんはね買えないと思うんだけど、1000円です。意味1000円だよ。意味買ったんですよ。はい、じゃあ開けてみましょう。2000円買った。2000円入ってる。てかママと一緒にやった。そうね、別々にね、一応ね、買いましたのでね、中身は分からない。うん、2つ目。いいよ、せーの。 あ、全部一つに入っちゃってるんだね。すごい。おー、リミちゃんのセットって感じ。全部水色。水色で、うん、水色に染めました。染めました。いいやつって。じゃあ見てみましょう。おー、虹色。これね、私は持ってたんだけど、なんかリミ持ってなさそうだなと思って、うん、ちょうど水色でね、いい鉛筆があったのでね、買いました。リミちゃん、じゃあ2つ目。はい、赤青鉛筆。そう、なんかすごい、クマちゃんだ。うん、そう、これも好きそうだなって。赤青でしたんだけど、こういうの持ってなさそうだなって。うん、なぁ、普通のこういうね、柄とかついてるのなかった。でしょ。機械。2つ目、パンダじゃん。これは鉛筆。すごい。これも水色だからさ、早くこれ来たよ。ずいぶんいっぱい入ってるね。ね、何個だ。次、あ、かわいい。何これ。これかわいいです。哺乳瓶型の海苔。へえ、すごい、こんななんだね。これね、私一目惚れしちゃって、かわいい。自分でもピンク色があったんで、自分でも欲しくなりました。開けんのちょっと開けなくない？開かなくない？開かない。なんでだろう。しーちゃん、かわいいの選んだね。でしょ。うん、後で開けよう。うん、次、なんか出てる。で、よっしゃ、すごい。何これ。クマちゃんのピン。あ、クリップ。クリップセットみたいな。好きそうだね、リミね。すごい、かわいい。かわいい、すごいね。クマの形になってるんだ。そう、これね、水色だし、背景が水色だし、うん、クリップもクマちゃん型で、本当に好きそうだなって思って。なんかもう一つ入る。これ結構高かったんですよ。これ全部で1000円。うん。次、ラストね。メモ帳。メモ帳も持ってないでしょ。うん。メモ帳はね、何個あっても使えるね。まず一つ目のから。
次2つ目全部何ページやん。すごいいっぱい入ってましたね。じゃあ次しほちゃん、楽しみだな。楽しみだよね、これね。すごい楽しみ。もうリまたね、リビンみたいに一つでまとまってました。ん、ピンク、すごい、なんか対照的だ ね、 でもしほちゃんっぽいね、こっちは、うん、かわいい、すごい、もう見た感じかわいいです。すごいすごい、かわいすぎる。なんでリビン、すごいかわいいね、よく選べたね。ね、一つ目がね、あのこちらのクリップですね。かわいいね、これ。見て。水色が入ってるってとこが、みちゃんが選んだ。カチャカチャ。これ、柔らかい。柔らかい。うん、柔らかい。うん、クリップだからね、柔らかくないとね。リミね、いつもリミが持ってるの硬かった。あ、そうなんだ。そうなんだ。こちら、これね、あのね、ハートの、ハートがね、なんかラメがついてるっていうの、なんか、うん、キラキラなね、うん、ちょっとだけ。飾ってこういう感じでも可愛いかもね。可愛いね。なんかすごいいっぱい入ってる。ね。見てください、これ。何これ？じゃないですか？注射器。注射器みたいな。シャーペンです。シャーペンなんだ、かわいい。シャーペン、シャーペンじゃないと思ってた。ボールペンかと思って買ってた。嘘、ちょっとちゃんと見てよ。シャーペンだったね。でもいいじゃん、シャーペン使えるし、ね、うん、かわいい、かわいい、結構いい色買ったね、うん、いいね。しほちゃんの好きそうなこの何3色、ピンク、紫、マーブルが好きなの私。いいの買ったね。ちょ、めっちゃ褒められてる。次です、こちらのりなんですけどね。かわいい、香りつけてください。なんでのりんってわかんの、もうここに書いてあったから。今こういうのり多いよね、なんかマニキュアみたいなさ。ミミはこののり、うん、ミミちゃんはまだこういうのがいいよね、うん、これ最高じゃん、最高じゃん。最高じゃん。気に入っちゃったね。気に入りました。かわいい。学校で使えます、うん、怒られたりして、それマニキュアじゃないのって先生に怒られたりして、一見なんかマニキュアっぽくないの、使ってみてくださいって。学校で禁止になっちゃう。そしたらこちら、何それ、消しゴムだ、消しゴム、ね、棒がついてる、飴かと思う。ここにね、あのなんかリボンが出ててね、ほんとプレゼント用みたいな感じ、うん、ほんとかわいいね。それ使えないね、もったいなくてね。いや、私使える。あ、使うんですか。なんかリミが分解してんだけど。わ、早速。うわ、あ、壊しちゃった。壊さないでよ、リミちゃん。でも私、本当にこういうのあんま使えないんだけど、うん、なんか、いざという時だけ使うって言ったら、結局使えない派なの。はい、こちら飾ったり使ったりします。まだ入ってる。まだある。ラストだ。あ、これでラスト。何これ、見てください、キャップ、うん、鉛筆キャップです。かわいい、電球ソーダキャップ、うん、そう、かわいいですよ ね、 ねピンク、ピンク、ピンク、最高。ん、見て、これ取れないに反応、こっからキュッとして、あ、取れないの、こうして、あ、そういうことか、これ大事で、わかったこれ、これでこっからキュッてね、わかったこれ、ピンクかけるピンク、ピンクかける、ピンクかける、ピンクは最高だから。最高ね、 いいの選んだね。すごいね、1000円だけど結構買えるね。買えるんだよ、今の時代は。100均じゃなくてもすごい怖いのがいっぱい買える、ね、今の時代は買えるんだよ。そうなんだ。昔知らないで、誰ですかあなたって感じですけど。めちゃくちゃ可愛かったね、すごいね、かわいい。ピンクかける、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 すごい、ピンク無限大みたいな、可愛い、本当最高です。ピンクしかない、青はいない。リミちゃんもそのノリ相当気に入ったっぽい。ね、さっきからずっと話すの。うまい、かわいい。ありがとう、リミ。ありがとう、シータ。もう、眠くなった。眠くなった。
こうして絞り出すめちゃんだな、ダメじゃん。意味出ちゃった。アフレコね。こうして絞り出す。こうして絞り引けば幸せに暮らしましたのさ。めでたし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 。幸せなのか。グミペア。